シーズン2とかさつくとすごい恋愛リアリティショー感が増してちょっと面白い呼び方になっちゃいますけど、こんばんは。ぜひね、まあ、テロップにもあるんですけどオンライン話し会も受付中なのでぜひ待ちしてます。フル完売を目指してます。よかったらお話ししましょう。直接お話し会応募したよ。直接お話し会はあれよ、サンタ、久しぶりのサンタなんですよね。直接お話し会でサンタってコロナ前以来とか。私あの最後の記憶にあるリアルお話し会が握手会がね、クリスマスでサンタの衣装着てた時なんですよ。だから多分それ以来かも。そう、パシフィコ横浜、何の色のサンタか分かんない。でも今年の生写真のサンタはもう撮ったんですよ、撮影したんですけど、 STU はね毎年サンタ衣装、クリスマスの生写真サンタの色が結構違うので、今年は何色か楽しみにしていてください。去年何だったかな、白だったかな。今年はなんとかですあ、去年赤か、去年オーソドックスだったのかな。そうかも、やばい覚えてないそんぐらいいろんなサンタを着てます。もう撮った、この間ね生写真撮影があって来年の分まで撮ってきましたよ。1月分ぐらいまで。STU カラーで、 STU カラー水色とかかな。青はやったことあるけど水色はないかも。水色のサンタって売ってんのかな。今日はキャラメルマキアートなんですけど、牛乳が本当に今日まで、賞味期限が今日までだったから使ったんですけど、牛乳がこんぐらいしか残ってなくて、これは7割水でできたキャラメルマキアートです。なのであのすごい、あの3時間ぐらいカフェで勉強してて飲んだ時のなくなったあのキャラメルマキアートの味がします氷で、氷と水の味が。いやキャラメルマキアートは薄くないんだけど、多分ミルクで作らないと。やっぱこんなことならアールグレイ水で作って普通に紅茶にすればよかった。いや牛乳はあるじゃんって思って、キャラメルマキアートだけ牛乳で作らないといけないんですよ。だからあるじゃんって思って入れたら全然なかった。悲しい。牛乳を買わねば。私本当にね牛乳の単体が好きじゃないから、こういう何かに入れないと飲めないんですよね。クマありがとうございます。ホックさん、クマさんありがとう。これをね、あのこの5周年ドキュメンタリーブックのお渡し会をね先日させていただいたんですけど、あのですね、まだ多分手元に届いてない方が多いと思うんですけど、その特典会に参加した方だけね見れるようになってるんですよ。でめちゃくちゃ数の多い増量したやつになってるので、ぜひ皆さん見てみてください。4周年のと4周年の時も出させていただいたんですけど、そう一人一人のねインタビューがあって、ゆきちゃんもね3ページも、写真合わせたら4ページも載ってるのでソロでよかったらよろしくお願いします。すごいなんかいろいろと語ってますね。ちょっと真面目なシリアスおきちゃんですっていう宣伝を皆さんまたゲットしたら教えてください。そう一人一人あるんですよ。
もうあの出てなかった、その5周年出てなかったりんこちゃんとかもインタビュー載ってたから、まやさまかな載ってたはず。ぜひちょっと宣伝をねしておきますよいしょ。表紙のおきちゃんどこら辺に、表紙にいるんですよ実は、ここに書いてあります、ここにいますうん、友達がカメコの写真使われてるか気にしてた。カメコさんの写真はあったかな分かんない使われてはないかも。いやでも使いたいぐらいいい写真ばっかりだったけどね。これは去年の、これが今年のでございます、5周年のやつ。そう4周年のも家にあるんだけど持って帰りました、いただいて。そうなんですよ、皆さんのもとに早く届きますように。じゃじゃんよいしょ。この間一昨日かな、みちさんが泊まりに来て、泊まりに来たんですけど、お渡し会の後かな、ポコ太郎にね初めて会ってて、すごいなんか可愛いって褒めてくれて、ビハムビハムってお顔が整ってるねって言ってくれて、なんかメールにもねビハムって書いてくれてて嬉しかったです。なんか人の書く、人の撮る自分家のペットってめっちゃ可愛く見える。そうたくさん写真を送られてきた、本当。そうでもうちのハムね本当に美しいんですよ。でまあ最初は手に取ってたりとかしたんだけど、この子部屋走りますよって言ったらなんかその見たいって言うから、その床にね離してね、さピャ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 って走ってて、めっちゃ速くてね、ポコちゃんも多分人がいるのが珍しいからミッチさんのところに寄ってってましたね。ビハムうちのハムです。うちのハムはあの私の足のマッサージ機が大好きで、であの30分ぐらいお散歩させてたらもう疲れたらそこに入って休憩するんですよ。でそのね足のマッサージ機の中にひまわりの種があって、ちょっと見てほしいんですけど、これがねあの普段の足のマッサージ機なんですけど、こういうこの中にねひまわりの種が入ってるんですよ。見つけて、なんかここでご飯食べてるって思って、そう秘密基地になって、これちょっとね捨てますけど、なんかね居座った形跡があるんですよこのこのマッサージ機器に。だいたい疲れたらここにいます、ね、でもちょっとこんなひまわりの種とか腐っちゃいけないんで、ちょっとゴミ箱に入れておきますそうなんですよ。そうだからもうここに入ったらあもう疲れたんだなと思ってすぐケージに戻してるんですけど、種を置き土産にしてました。へそくりまあねもう食べてるからゴミ捨て場って感じだけど、もはやかわいいでしょうちのハム
きちゃんが生き物を飼うことになるとは思わなかったので最初はびっくりしました。みんなにびっくりされるんですけど結構言われますね。久しぶりにちょっとポコちゃんに会いに行ってみましょうか。皆さんよいしょ。でも寝てるんですよね多分。よいしょよいしょ。ポコちゃん、いや寝てるからな、申し訳ないな。お子さん、やっほー。あ、おはようございます。おはようございます、ポコ太郎さん。あ、落とした。ポコさん、おはようございます。あ、私も画面越しだから距離感がいらないのかな。いらなさそう。もこさん、もこちゃん、おいでー。こちゃんの部屋は特に変わり映えすることなく。可愛いでしょ。うちのハムです。こいつちょっと噛むときあるんで気をつけてください。今はね、噛まないですね。寝ぼけてるのか。ボコちゃん、命を感じるんですよね。ボコちゃんの怖いところは上から見たら目が飛び出してるところなんですよ。ほら、あ、見えるかな、目が出てるんですよね。懐いてる。え、でも多分人にはだいぶ、すごい心臓の音が16ビート。めっちゃ16ビートです。何するの、戻る。はい、可愛いでしょ。皆さんに癒しをあげます。やばい、ちょっと部屋寒くてくしゃみ出そう。はい、戻らないのかい。戻らないの？女の子だっけ？女の子です。メスです。戻りたくないらしい。ポコちゃん戻らないのかい？戻るか。ちょっとショールーム越しに見てたら距離感間違えそう。ここだよ、降りてね、乗っけて、はい、走らないのかい。なんか全然動かないです。眠いのかな、やっぱ。あ、ちょっと元気になった。これはミッチさんがね、最初噛まれたらいけないなと思って手袋で触ってたんですけど、後々素手で触ってましたね。ポコはなんか今日の朝結構元気で、朝9時ぐらいにね走り回ってましたね。肌がピンクなんですよ。なんかちょっとハゲてるみたいになっちゃった。ごめん、毛を逆なでてしまった。
ドーナッツリーですね。ちょっとひまわりの種あげたいと思います。ちょっと今スマホ持ちながらだから脱走してなよ。ひまわりの種片手で開けるのめっちゃむずい。あ、なんかしてる？なんかリズムに乗ってますね。早い早い。ここにね、種があるので、この中で食べてくれ。はい。でもね、食べないんですよ多分。小袋にね、入れるだけ。ちょっと片手だから。あ、食べてる？食べてないね。ポッコー、行き場を失ったひまわりの種。まあでもちょっと4つ多いかな、やめとこうかな。まあでもどうせなら、もうないよ。いて、噛んだな。バイバイ、戻りましょうか。さようなら。ごめんね、起こして。あははバイチャラポそうなんです。よく脱走しようとするんですよね。ちょっと元気になりました。あの辺によく餌を隠してるんですよ。多分隠してると思います。あの回し車の斜め下にね、餌をよく隠してます。貯蔵庫ですね。私は知ってます。そしていつも捨ててます。腐るのでね、ごめんね。あ、かわいい。早い。そうそう、さようならしたいと思います。バイバイ。でね、まあ最近のココ太郎事情でした。よいしょ。癒された。あ、本当？よいしょ。かわいいでしょ。まひなさんはどんなハムスター飼ってるんですか？あ、そう、今日まひなさんと一緒にお仕事したんですけど、まひなさんもね、なんか昔飼ってたらしくて、同じ品種でした。ジャンガリアン、ブルーサファイアかわかんないけど、ジャンガリアン飼ってるって言ってました。まあ一番ポピュラーな、よくあるハムスターっていうか、うちのもなんですけど。そう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 。うん、飼ってたって言ってたよ。でもまあ、ひなさんのところは1年半ぐらいでお亡くなりになっちゃったらしくて、うちのポコもね、なんかそろそろ12月ぐらいに生まれてるから、1年は超えてほしいよね。2年ぐらいはやっぱり長生きしてほしい。うん、なんで今ストレスがないように育ててますね。ハムスターの寿命って早いんだよね。悲しい。でも本当に持った時の心臓の音が本当に16ビートなんですよ。まあだからね、今をしね、本当に
必死で生きてるんですかね。私ポコちゃんいなくなったら本当に泣いちゃう。ポコーってなっちゃう。吐かない。そうなんですよ、吐かないよね。よいしょ。明日はマイカーでショールーム配信、公式のね STU の公式ルームでショールーム配信があります。なん私何をするか全然知らないんですけど、5時間もあるらしいそんなことあるって思ったけど、全然ね何をするか知らされてないんですよ。でもその矢野ほのかさんを送り出す企画みたいな感じで5時間あって、昼の3時からかな、お昼の3時ぐらいから 3,4,5,6,7,19 時まで、7時までっていう、すごいびっくりな長時間なのでまあね、見れる時でいいんでよかったら見てみてくださいね。めっちゃ長丁場じゃない。でも何するか知らないんよ。でしかも私だけじゃないと思うんですよね。ホノタンさんは知らないけど、後のメンバーも知らないって言ってて、ホノタンさんは分かんない、知ってるのかな。いやでもそんな卒業当事者がめっちゃ知ってるとかあるのかなそうなんですよ、台本とかないの。台本も何も知らない、分からない、まだできてないだけかな。でも何も本当に分かってないです。14時から、あ14時からか、14時からです。平日の昼間です。見たいから午後休みにしました。本当に有給取ったんですかね、もしかして。あれまあありがとうございます、それは申し訳ない。ちょっと何するか分かんないけど楽しみですありがとう。まあ、皆さんね見れる時間でいいのでね、ぜひぜひ見てくださいな。ありがとうございます。いつでもサボるぜそれは仕事をしてくださいな。前編は沖さんの YouTube でアーカイブ残してください。急に話し会受付中なんですか。受付中でございます、お待ちしております。かわいい、ありがとう。今日は事務所に行ったので久しぶりにお手紙とあとはプレゼントを受け取りました。皆さんありがとうございました。すごいなんかまだ全部は見てないんですけど、結構個性豊かなプレゼントがいっぱいあったので開封するのが楽しみですでもなんかチラッともう見ただけでもすごいいろいろありましたね。腹筋ローラーこうやってゴロゴロってやつとか、腹筋ローラーとかなんかもうチラッと見ただけでもあったので楽しみですねありがとうございます。割れってことやっぱ割るしかないかな。こっちか、こっちしんどいよね絶対。あれ買わなきゃだ、マット、マットいるよね。うん、使う姿が想像できない。全然腹筋ローラー配信やるよ全然やるけど、奥ちゃんが腹筋を、でもあれ結構きついですよね、大変って聞くよ。
そうなんですよ、私腹筋がなくてずっと作りたい作りたいって言ってるんですけど、結構お腹をね出すことが多いので私腹で、欲しいんですけどなかなかね。目指せシックスパック、せやね、なかなかできないですよね。もともと縦線は入ってるんですよ、その何筋肉じゃなくて なんか筋肉っぽく見える縦線がそれに甘えてあのお腹を出してきたけど、よく見るとそれは筋肉じゃないっていう、何なんですかね、なんかわかんないけど線はあるんですよ、鍛えてるように見えるあのフェイクな線が。溝っていうか、なんか写真撮った時にあれなんか腹筋見えるねって言われるんだけど、腹筋じゃないんですよね。でもそれが何なのかわかんない、溝かも。エクボ、確かにお腹のエクボかも。それに甘えてるので、そっからちゃんと線がこう見えるようにね、ちょっとやりたいなと思います。汗なんで写真のおへそ隠しちゃってるの、なんか隠した、今日載せた写真でなんで隠したかって言われたら、まあこれにはいろんな経緯があるんですけど、いやでもね、なんかそんな大した理由はないです。大した理由はないです。なんかね、自分でこう載せるとかさ、なんだろう、普通にファッションとして出す分にはいいんだけど、なんだろうな、私の理解できないこうなんだろう、フェチーズムを持った人たちっていらっしゃるじゃないですか。でも全然別にいいんですけど、だから自分はあまり理解できないやつ、あれのあの方々をちょっと喜ばしちゃう気分じゃないなと思って、でもこの服装は好きだから載せたいなって時にあのスタンプを使ってます。あの逆に別にそんな気分、別になんとも思わないなって気分の時は普通に多分スタンプ隠さずに載せるし、今日はちょっとその気分じゃないなって時はあの黒いねあれでこうやって隠してます。服とかでね、服が好きであの見せたいっていうのがやっぱね、女の子なのでね、そうなんですよ、今日はそういう感じです。喜ばせてくれてもええんやで、まあ喜ばせる時もいつか来るかもしれないから指くわえて待ってなさい。それはでも本当に今は違ったんですよ。いやちょっと乙女なおきちゃんが、ね、やっぱ出てくるからね、うち汗そうなんですよ。なんかさすごいさ、あの難しい方の、いや、やっぱやめとこう、この話はやめとこう。何でもないです。ちょっと考えたけどやっぱりやめます。なんかちょっとコンプライアンスに違反しそうなのでやめときます。気になった方は何だったんだろうってこれからも気になっててください。なんとなく分かった、それかもしれませんね。
汗。お、横浜 PR 舞台コンサート行くよ。ありがとうございます。もやもや案件。いやでもね、これがここまで言ってわからないってことは、まあ、ここまでってか、ここのなんかワードでわからないってことは多分めっちゃあの普通なんだと思います。そのことを誇りに思ってください。そのことを誇りに思ってください。知ろうとしないでください。そのままのあなたでいてください。やばい、もやっとボール投げられてる。知らないでいいです。おきちゃんと共有したい。じゃあこれかなって思ったらお話し会で出てきてください。はい、別に知ったところであの人としての価値が上がるわけではないので、皆さん大丈夫です。そのままの後でいてください。まあまあそんな感じね。今日のその乗せた服装さあソロハに撮ってもらったんですけど、猫の帽子かぶっててね。でもちょっとあれ若干恥ずかしくて、あの猫耳のニット帽若干恥ずかしくて写真撮るときだけかぶりました。ちょっとあれかぶって歩けなかった。まいちゃんポップコーン作ってる。いいですね。ポップコーンか。私ポップコーンあんま食べないな。血作ったこともないかも。ちょっと持ってきますね。あ、これが外で被るのがありかなしか判断してもらいたい。でも私的には結構ギリギリ。ふいに君が震えな、木々が震えながら声を殺したわめく。これ猫ですら、あ、猫か。これなんですけど、これはちょっと Y2K なのではと思って買ったけど、ちょっと待って、ぐしゃぐしゃ。かわいい。ちょっと待ってよ、髪の毛の整えて。全然ちょっと私今コンタクトしてないから、もう耳がどの位置にあるのか。反対か。ごめんなさいね、もう帽子かぶるのも一段落なおきちゃんです。こうか。前髪が割れるね。いや、暑い。いいとも暑い。これが。似合ってます。うそーん。ありがとう。じゃあちょっとファンの人の前だけで被ろうかな。これちょっとメンバーの前で被る自信あんまない。あんまない。
なんで買ったんって言われたらちょっと安かったからとしか言えないんですけど、取ってしまった。これまだ暑いですね。これちょっと暑いっていうか、ニット帽って季節いつなんだろう。そう、今日はちょっとねそんな感じの帽子を、帽子の写真を載せてみました。そろそろね秋だなって思うけど、まだ気温的に暑いから何着たらいいのか分かんなくなるね。明日とか暑いのかな、何着よう。おきちゃん涼やかですね。おきちゃんめっちゃ汗かくよ、意外と。意外とかくときはかくよ。今日は長袖着たんですけど、これね長袖これ着て外出たらめっちゃ暑くてびっくりしました。へえ、暑ーってなっちゃった。今着てるのパジャマ、今着てるのはちょっとあんま見せれないんですけどシャツワンピースです。やばやば、このパンさんにもらった牡蠣が江田島を感じちゃった、感じちゃうわ。そうですね、長袖若干暑いかも。明日も35度、やばいやばい。よいしょ、長袖着るタイミングむずいね。なんか寒い時は寒いし、室内とか寒いしね。ちょっと暑いので髪の毛をくくろうと思います。思った以上になんか湿気がすごい。ありがとうございます。タコ、よいしょ。ちょっとだけまとめました。そう、湿気がね今ね、コンタクトしてないからコメント欄が見えないので、ちょっとだんだん近づいてます。このぐらいだといい感じに見えるんだけど、このこれはね今手で持ってるんでね、よいしょ。かわいすぎんか、ありがとう。画面を強い、なんで今日はそんなめちゃ褒めてくれるコメントが。まだ買ってなかったのね。そう、スマホスタンドはまだ買ってないんですよ。こっちに来るな、え、なんか追われてる。大丈夫。大丈夫かい、なんかあったら言ってくれ。そうなんですよ、まだスマホスタンド買ってないからどうしようって感じ。買わなきゃ買わなきゃって思ってるんだけど、結構な頻度でスマホスタンドには裏切られてるから、新しいのを買う勇気が出ない。やっぱお話し会で使うやつ買おうかな。お話し会でいつも用意してくださるやつ。そうなんです、スマホスタンドね壊れたのでね。信用度ゼロ、そうよ。
これはねプレゼントでいただいたコップなんですけど、スタバのマーク、スタバのコップなんですけど、スタバのコップで飲むと何でもスタバの味に感じる。まあこれが7割が水のキャラメル巻き合ったとは思えない。コップでかくない、そうよ、これをコップと呼んでいいのかお皿と呼んだ方がいいのか、あのちょっと一瞬悩む。うまい仕事終わりのビール、優勝って人いますよね、優勝って、うん、最近なんか意図せずしてその人の飲む時の顔をしてしまう。私はビール飲めないだけど、いますよね、なんかツイッターに優勝、うんって顔してる人。クマありがとうございます。クマ、キンキンに冷えたビール飲んだことないんだ。ビール、うん、ビールあんまり好きじゃないな。うん、そのなんだろう、仕事終わりの一杯とかがあまりまだよく分かってないですね。分かんないから一生カイジのキンキンに冷えてやがるぜができない。そうなんですよ。あ、でもあの前に STU 48のなんか瀬戸内名産紹介みたいなやつで岡山県のドッポビールをいただいた時はなんかいろんなそのクラフトビールの種類があったんですけど、フルーツフレーバーみたいな、フルーツ風味みたいなのは割と飲みやすかったかもしれない。多分麦があんま得意じゃないかも。でもシャンディガフは好きなんですよ、あの麦感が薄れてて、うん、ビールはまだねちょっと若干の大人感が、大人の味だなって思います。コーヒーもですけどあんま得意じゃない。うん、まあね、そもそもお酒を飲む機会があんまないんですけどね。お酒飲んで美味しいと思ったことないです。わかるかも。でも瀬戸内のお酒美味しいなーって思う。瀬戸内レモンとかやばい、目がかゆい。 STU 結構お酒のお仕事ある。そうね、日本酒のお酒とかあったんじゃないかな。私はやってないけど、二十歳の超えたメンバーがね多いからね、多いからね。でも本当になんか次の日お仕事ってことが多いからあんま飲むことないですね。うん、あきちゃんとお酒飲める年になりたい。お、一緒にたしなみましょう、ぜひ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 。目に何か入った気がするけど取れるかな。まつげかも、右目に何か入った。汗汗汗、なんか頑張ったら取れそうな気がする。手を使わずに人中力で浮かせそうな気がする。やばい、取れそう。自分で手を使わずに取れるっていう謎のすごい現象が起きそう。
でも取れない。やばい、覚醒する。閉じたらいけるかも、取れるかも。いけるかも、取れそうな気がする。こんなことある？こんな、あ、無理だ。結局無理やん。ちょっと気にしないどこ。ウインク、あ、ウインクになってましたね。確かに無理でしたわ。なぜウインク、今来た。目にゴミが入ってたんですけど、手を使わずに取ろうとしたらウインクしてました。でもちょっと赤いかも、確かに。今度公園でカメラにウインクして。確かに私公園とかであんまウインクとかしたことないかも。してみようかね今度。パセリがめっちゃしてるイメージあるんですよね、公演中に。あんまり経験したことない。どこでしよう。美しい花は変わらず美しい。怒られるかも。花は誰のも奪おうとす、奪おうとすれば愛はやがて踏みにじられる。じゃん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 、もしこの世界から故郷が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を。もう怒られそうなポイントでね。ウインクの安売り飽きまへんで。ポニーテールをほどいた君を見たでウインクしてほしい。ポニーテールをほどいた君を見たか、どこがいいかな。ポニーテールをほどいた君を見たよ、青い月の明かり浮かび上がる美しい天使。ちょっとキザなセリフのところで言えようか。僕が知ってる君とは全然違ってたんだ、長い髪かき上げて微笑む瞳、かゆい、目がかゆくなってきた。変なことばっかしてるからだ。私ね、目と鼻が弱いんですよ。なんかほぼね、毎日ね、目充血どっちかはしてるしね、鼻血出てる。ほぼ毎日鼻血出してる。でもそしたらね、他の人にね、絶対嘘でしょって言われるんですよ。そんな鼻血出ないでしょみたいな。でもね、本当にね、一日何回も鼻血、ちょっと目がちょっと赤くなってきたんで、目薬をさしたいと思います。目薬を刺したらね、なんとかなるんですよ。私もう本当に目薬すぐ近くに常備してるから、こういう時のために早い。でもね、これすぐ口に入ってくるんだよな、この目薬。かゆいかゆい。やばい、映ってたかも、目薬さすところ。そう、これね、すぐ口にくるんですよ。
苦ってなっちゃう。違和感なかった。そうね、ちょっとかゆいけど泣かないで。うん、悲しい、悲しいかは。鼻の付け根押さえたよ。そうなの、もう今してもか。やばい、結構赤くなってきましたね。私の目はね、確かにこっち側の目はよく充血します。鼻血はこっちから出ます。なんででしょうね、謎いですけど。もうね、朝起きた瞬間からね、わかるんですよ。口がもう血の味がして、あ、鼻血出てるって思いながら目が覚める。なんでですかね、鼻の粘膜が弱いのか何なのかわかんないんですけど、悲しい。泣いたの。そうなんです、視聴者に泣かされました。息をするように嘘をつく。かゆっ、触っちゃダメだ、触らんときます。視聴者ひどい、わあ言われてますよ皆さん、皆さん言われてますよ。寝る前に鼻にワセリン塗るのがいいらしいよ。鼻にね塗るのか、あんまり思ったことなかったな。ちょっと今度から参考にしたいと思います。ありがとう。じゃあしばし皆さんにあのこっち側の赤くない方の顔を見てもらいたいと思います。心配をかけないように。こっちの、こっちの、こっちの赤くない方の通常の、通常の顔の方見てください。この白目の白さ、普通の顔。こっち側、目頭はそうなの、 目尻側にやっぱなんか入ってましたね。こっち側が赤い気がする。やっぱこっちの顔だけ見てください。やっぱ目尻側に違和感を感じているみたいです。ね、充血してる。おきちゃんの利き顔。そう、私こっちの顔が利き顔なんですよ。こんばんは。肌真っ白。肌は多分化粧のおかげがあると思うけど、最近でも本当に白くなりたくてね、あの飲む日焼け止めを飲み始めました。でもその日焼け止め効果が意味あるのか分かんない。聞いてくれてるといいなって思いながら飲んでます。聞いてますように。聞き顔ってあるのかないですか。写真撮られるときこっちの方向きたいなみたいな。私はこっちなんですよね。なんか印象違うな。本当？特に何も変えてないけど、強いて言えばちょっと薄いかも。うん、そうなんですよ。あんまり顔見ないから、ぜひ顔見てください。なんかさ、あの。お札とかでもそうだけど、左と右で顔が違うって言いません？別人に見えるみたいな、自覚して、あんな感じで。多分人の顔ってそんな左右対称な人いないんですよ。まあ、めっちゃ綺麗な人はいるけどさ、
ほとんどが左右対称じゃないんじゃないのかな。私はねこっちの方が好き。でも単体で言ったら目は今充血してる目の方が好きなんですよ。こっちの方がまあちょっとあの些細な問題なんですけど、なんでこっちの方が好きかって言ったら、こっちの方があの目頭から線が入ってる、こっちはなんか入ってないんですよ。よく見るとなんだろう、 ここからスタートみたいな、ここからスタートだけどこっちはここからスタートみたいな、この些細な差で目だけはこっちの右側が勝利なんですけど、顔全体を含めてあのこっちが勝利してます。だからこの目をこっちに移植したら完璧です、私の中で。あ、二重なの、そう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 、あの二重の線がこっちはここからここからスタートしてるんですけど、こっちはここら辺からスタートしてるんですよ。こんなん自分以外気にならないですよね、よくよく考えたら。でもこれって大事だと思う、なんか目がちょっとこっちの方が丸いっていうか、うん、こう今こう向いてるからか、こっち向いたら分かるか、正面で目違いません、目の形左右で。どうですかね、私だけかもしれない。おきちゃん書くポイントやね、絵ぐらいはあの左右対称にしてくださいなありがとうございます。いずれにしても可愛い、ありがとう、嬉しい。うわ眠い。皆さんは眠くないですか、平日お疲れ様でした、今日も一日。私はね今日も眠いですよ、この時間帯いつも寝てるから今日はちょっと起きてますけど、眠いよねえ、まあこの眠くなるんだろう、いい気温だからかな、寝やすい気温だからかな、いや嘘、いつでもこの時間眠いわ。眠眠にゃんこですね、眠眠にゃんこですわ。ペンライトを変えるか変えないか問題めっちゃ迷ってて、今この間ね、まあ、私ペンライトの色を変えたいっていうメールで話したんですよ、まあ、ショールームで話したかちょっと忘れちゃったんですけど、メールで話してて、でもともとねなんか加入して2ヶ月ぐらい紫と白だったんですよ。ででもパンかぶってたから他のメンバーと変えたんですよ、紫と紫に。でそっからもう4年ぐらい経って、今ね紫と白がいなくて、紫と白にしようかなって思って変えるかもしれませんっていうメールを送って、そしたらこの間マネージャーさんになんかキングレコードさんからペンライトカラーの色なんか教えてって来てるけど、オッケーは変えるんだっけ変えないんだっけみたいなこと言われて、なんで今そのタイミングでキングさんはペンライトの色教えたいんだと思ったんですけど、ちょっと絶妙ですねって言ってまあ変えたら教えてみたいな、何日までに教えてみたいなこと言われて、結構直近でね言わなきゃいけなくて、私が紫と白がいい理由はもともと白が好きなんですよ、紫と白っていう組み合わせが。だからもともとのその色にしてたんですけど、でも紫と白にしてなんかちょっと困るなって思うのが、結構ね他のメンバーで白を使ってる人が多くて、でそのメンバーがなんか言ってたんですよ、言ってるのを聞いたことがあるんですよ、なんか他人のとなんか隣に座ってる人の色とかでなんか自分のファンか分かりづらい時あるよみたいなことを言われてから、
すごい迷うようになって、うんって確かに2色持ってたら分かりやすいけど、こうもし白紫で隣の人がなんか緑とかやってて緑白なのかみたいななったりとかするのかなと思ったらね、今迷い中。いや分かんない、紫白にしてたことほんと一瞬だから。だから今どうしようかなって迷ってる。そう、なんか他のメンバーが言ってて、白は結構他人のと混ざりやすいって言ってて、でも白ってさ、なんかアイドルの白ってちょっと特別な色じゃないですか。使いたいんだよね、可愛いから。迷うよね。でもあかりんさんは緑白から緑緑に変えたんですよ。そしたらなんか生誕祭の時とか一色で感動するようになったって言ってて、なんかめっちゃ一色で揃ってるのか感動するって言ってて、それもわかるなと思って今めっちゃね究極に悩んでる。そうなんですよ、ほとんどね同じ色でまとめてる人ってあんまいないんですよね。マジこの公園だけ紫白にしてくださいとかできないのかな。迷う。そう、多分ね同じ色でまとめてる人って少ないと思う。水色水色、赤赤、緑緑、ピンクピンクもいるか、確か黄色黄色黄色って南さんだっけ、あれ違うか、南さんって黄色と別の色だっけ。結構いますよ、でも圧倒的に多いのは2色使いかも。黄色黄色も前言ったような気がする、今もかな。あ、みゆみゆさんか、じゃあもう 今いないや。黄色黄色、白白がサラピーだでしょ、白白で、ゆきりかが青青だ。で2色でもそれ以外は多分みーちゃん黄色と白、やっぱ白多いよね絶対。そうよね、オレンジオレンジがさやかり、さやかりオレンジなんだ意外。迷いますね。同色空いてるなら埋めるべき。いや迷うわ。ショールームのアンケート機能使ってみたら、別にそれで決めなくても、そうね多分どっちがね票多くても私はね絶対悩むと思う、決めれないと思う。じゃあとりあえず一回ちょっと投票で、と今のままにの紫紫がいいなと思う人は1番で、紫と白がいいなって思う人は2番。でもこれは別に投票が多くても、あの私がそうなんだっていうだけで、あのそれになるとは限りません、それになるとは限りません。いやどうなるんだろう、でも聞きたいよね皆さん的にも、どうなのか迷う。でもねこう紫と丸々って人は結構多いかも、私が知ってるだけでもめっちゃいる。アンピーみっちゅさん、研究生も2人ぐらいいた気がするよね。紫と黄色の人もいたな。1が紫です。さあ皆さんの意見を聞きましょう。まあどの色にしても多いよね、なんか新しい色がこれから発見されない限りは。できることってやばい、今日この曲が頭から流れない。夕凪を待つことだけが、ああそして人は無力と思い知る。紫みちさんと区別つかなかったりしないの。みちさんと間違えるよみっちゃん私かなと思ったらみちさんの時は結構ありますね。でも私がバイオレットかパープルか決めてないっていうのもあるんだけど、
はい、終わりたいと思います。おお、紫が圧倒的かも。そうか、なるほどね、なるほどなるほど。 71% はなかなか圧倒的かも。なるほど、ちょっと参考にしたいと思います。この気持ちを、皆さんの気持ちと私のこれからの意見を含めて、まあ、今月中に言いたいと思います。でも本当にね、難しい。現状維持かも、言われてみれば。確かに白紫にしそう。いやー、なんかすごいしたい理由ってないんだけどね。なんかちょっとやっぱいいなって思ってるだけでいいなって思ってるだけでね、そんなすごい理由はないんですけど、迷ってます。まあ、ちょっとお待ちください。そう、なんかちょっと変えたいなって時も若干ねそう、今被ってないよね。紫も被ってないし、紫白も被ってない。リネタンのさ、黒みとピンクって絶対被んないよね。でも黒って結構用意するの大変そうだから。でも可愛いよね、黒とピンクって。光った時どんな感じなのか気になるけど、なんか地雷系女子って感じで可愛い。オシャンティーです。そう、リネタはね、黒とピンクなんですよ。めっちゃ可愛いな。黒あるらしい。あるらしいよ。そうそうそう。なんか専用の、黒専用のやつがあるらしい。めっちゃ見たいんだけど。どういう感じな。リネタンの生誕祭とか載ってないのかな。金色とか銀色があればいい。金色とか銀色すごいね。もう派手派手じゃん。ブラックピンクはそういうこと。まあどうしようかな。今日あまりにも紫が多かったので、紫のなる結果がちょっと強いかもしれません。迷ってますけど、うん、迷い中です。よく考えてくれた。前考えます。皆さん、まあご協力ちょっとありがとうございました。サンキュー。たくさん悩んでくださいね。うん、悩む。3本はね、あんまり選択肢ないんですよね。なんか3本ってさ、これからがどんどん増えてきそうじゃない。今はいないかもしれないけど、あ、何期生何期生ってこう新しい人が増えてくたびにこう 3本とかになるんじゃないのなんかイメージそれなんだけど、 SKE さんとかがあるよね、3本文化だよね。他のグループさんもなんかな。3本はちょっといいかな。2本がいいな。腕がやばいことになりますね。でもこの間の岡山公園の花あたりのものお見送りの時に、なんかすごい10本以上持った人が来てたよ。すごかったもん。持ててるのが奇跡なぐらい
の多数の誰の推しカラーかも分かんなかったけど、でも紫もあったような気がするんだよね。10本ぐらい持ってた人がいたすごいって。たまにうちわもめちゃくちゃ持ってる人いる。プロ DD、 もうすごいね。わーってなんだって筋肉もりもり、その腕太かった気がする、よくよく考えたら。そうなんですよね。まあちょっととりあえず早めに答えを出して皆さんに報告したいと思います。おきちゃんのペンライト事情、少々お待ちくださいませ。うん、お願いします。キングさんって何かあるのかな。分かんない、 PR 舞台とかじゃないのかな、グッズとかじゃないかなって思うけど、 PR 舞台はねもうちょっとしたらツアー始まるし、ピューロランドもあるし、10月になったらじゃないかなって思うけどね、多分です。楽しみです、私も楽しみ、今一番楽しみかも、ピューロ舞台のツアー、ピューロランドもそうだけど、レッスンしててわー楽しみだなって思う。ピューロランドでライブすごいね、楽しみ、本当にどんなキャラクターに会えるんだろう。サンリオの推しは決まったん、いや言われたからね、あの2匹ぐらいあの候補言ってきましたよ。なんか自分の推しサンリオキャラクター教えてくださいって言われたから、とりあえず言ってきました。引きはあかん、引きじゃないか、2体か2体教えました動物なんですよ私が推してるやつ、推してるやつ動物だから、あの本来の方で数えちゃった。2体選びました。まあその子がどの子なのか、まあ、ちょっとお楽しみにってことで。いや分かんない、あのそんなキャラクターの数え方って子なの難しくない、タイじゃない、にタイじゃないの、だってリは違くない、二人一人は違くない、タイでしょ、あの現実世界にいるあの子たちを考えたらきっと分かんない、唇荒れてるね、そう荒れてるんですよ唇が。チームメイトはシナモンポンポンマイメロと撮影してた、いやいいよね本当に、チームメイトさんのあのやついいなと思った。楽しみ、ピューロランドしかも行ったことないから余計楽しみかわいいフェスティバル、じゃんちゃちゃちゃ、私あのあれも好きですけどね、コギミュン、コギミュンっていうね、なんかモケモケの羊みたいなのいるんですよ、
あまりにも声が可愛くて歌ってみたをね、小気味は YouTube チャンネルやってるんですけど、歌ってみた動画を出してて、しかも流行りの J-POP とかちょっとあの量産型に受けそうなボカロとかカバーしてるんですけど、声が可愛すぎてね、聞いちゃう、ちょっとファン、小気味ん。めっちゃ可愛い、よく歌えるなってくらい、あの声高いんですけど、キー合ってな、合わないでしょっていうぐらい高い声なのに歌っててすごいなって思います。コキミン、コキミン、コキミン。でもどんなキャラか知らないんだよね。たまにあの夜遊びさんとか歌っててびっくりする。沈むように溶けてゆくようにって高いって。二人だけの花が広がる夜に。私は歌えないわ。小気味の声のキーで歌ってるんですよ。ちょっと私が高い声出そうとしたらしゃくれてしまう。めっちゃね、あの夜寝る前にいい声してるから、ちょっと聞いてほしい。チュン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 。なあ、誰のもの歌ってくれないかな。もう多分キー5個ぐらい上がるんじゃないかな。もしこの世界から国境が消えたら争うことなんかなくなるのに、見えない線ばっかりこれカスカスや、カスカスですね。勝手に引いたって、僕たちは自由、諦めない、美しいその花ずっと守りたいよ声カスカス。ずっと聞いてたよ、オキボイス。割とこれマイメロのモノマネをちょっと高くしたバージョンに近い。マイメロはもうちょっと低い。割と悪くない。マジか、いい趣味してますね、それは。ハートありがとうございます。にゃん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 。他も歌って。なんかある、コギミュンが出せる歌は限られてるよ、結構。コギミュンっていうか、コギミュンのモノマネをするオキちゃんが出せる声は限られてます。にゃ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 に泣き言を誰に言えばいい。やるよ僕やるよ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない、生きることに傷つき裏返って。さっきね、小梅太夫やんってコメントあったからね、なんかこの声出せなくなっちゃった。ぶちゃまでいたい、次の朝がやってくるまでに、今持ってるものは捨てよう。マルハートくそうや、私は小気味をやってるのに、そんなねえ、どこだろう、暗闇のその中で
目を凝らしてみれば何かが見えてくる。ちくしょう。ミラーボールありがとうございます。コギミンイズオキポでした。チュ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 ンチュチュチュン。寄せに行った。クマありがとうございます。チャンチャカチャンチャンチャカチャカチャンチャンチャンチャカチャンチャンチャカチャカチャン。最近さ、ツイッターのなんか小梅太夫が言ったか AI が言ったかみたいな二択クイズみたいなのあってやったんですよね。これは本当に小梅太夫さんがやってるネタか、それともAI が小梅太夫さんのネタを勉強して言ったネタかどっちか当てるやつで、いやこれは AI だろって思った。こんなん人に考えられるわけがないって思ったネタが小梅太夫さんが言ってたりとかして、正解率がね全然低かった思い出があります。多分小梅太夫さんはね人を超えてる。なんか人が普通に過ごしてたら考えつかないような言葉の連想を言ってる。なんだっけな、すごい思ったやつがあったんだけど忘れちゃった。なんなら AI の方がまだこれはなんかまだわかるなって、ちょっと若干理解はできそうなぐらいのネタ。前後とのつながりがあるっていうか、ちょっと調べてみてください。なかなか高難易度だと思います。うん、コメディアさんネタそんなに深かったっけ。深いっていうか、なんか前後のつながりが全くなくてびっくりする。言葉のなんとかなんとかでなんとかなんとかでしたみたいな、そのでしたの単語と前の単語がつながってなさすぎて、すごいなんだっけな、すごいそれを特に感じたネタがあったんですけど忘れちゃいました。またいつか言いたいと思います。そう、ああいうクイズって面白いよね。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかちゃかちゃんちゃんちゃんかちゃかんちゃんちゃちゃんちゃちゃん。見たら正解率低かった。低いと思う。あれはなかなか難しい。常人には理解ができません。ちいかわまたが言ってそうとか出てきそう。あれもありますよね、ちいかわか米津玄師さんかっていう二択のクイズみたいなのもありますよね。あれもやりました。私は結構ちいかわの方をめっちゃ知ってるので結構正解したんですけど、その米津玄師さんの歌詞かちいかわの中で出たセリフかみたいな二択クイズがあるんですけど、でも割と難しい時ありますね、たまに。うん、これもすぐ調べたら出てくると思うんですけど、そこが近い意外とね。なんか8割とかが結構喋るから8割ってポジティブなセリフも多いんですよ。だからそれがちょっと歌詞っぽくも聞こえなくもないみたいな。そうそうそう、歌詞クイズ、その見た目は全く違うから。そうなんですよ、ちょっと見てみてください、暇な方は。そういうのってさ、なんかそのこことここをさクイズにしてみようって思う、なんか最初の人のセンスすごいですよね。すごすぎる。
そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる、本当にすごすぎる。私もそれに気づいた、だからそれ可愛い、それ可愛いなんて。そろそろ終わりかな。壇上を読もうかと思います。そろそろ早いね、1時間半経つのはね、早いな。それでは読みますね。壇上を読みたいと思います。13位白熊さん、12位タオさん、11位ペルさん、10位ソウリョさん、9位トニさん、8位トートーさん、7位とりあえずルービーさん、6位コボチャさん、5位が一下さん、4位がヨウコさんでした。13位から4位までの皆さん、ありがとうございました。そして3位がヨネさん、2位がシオさん、1位がジェリーさんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。壇上の皆さん、そしてコメントしてくださった皆さん、ありがとうございました。お疲れ様です。書の喋り方は今後もやってほしい。何この喋り方で、コギミュン、コギミュン、コギミュンは本当に多分たまにしかやらないよ、これ。喉がね、喉が痛みえるからね。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかちゃかちゃんちゃん、明日はちょっとお昼、平日のお昼からになるんですけど、マイカーでのね、あのホノタンさんを送り出す感じなのかな、どんな感じになるか分かんないですけど、ショールームもありますので、個人じゃなくて STU 公式でぜひ見てください。しゃっくりが出てきた。ダメだ、今日2回目なんだけどしゃっくり出るの。ありがとうございました。うん、おやすみなさい。ありがとうございます。今日本日2回目のしゃっくり、そうね、なんでですかね、目のケアしてね。でも目のケアだいぶ白くなってきたかも。目が治ったと思ったら今度はしっくりですよ。横隔膜が仕事してます。じゃあね、今日は皆さんありがとう。